タリバンドーム広場、神宮寺裕太、三木本、ザバウズで輝き放つ。リボンモチーフのハイジュエリーが放つ上品な魅力とは、神宮寺裕太、三木本、ザバウズで華麗なるスタイル。タリバンドーム広場のホテルドゥブロにて開催された三木本の新作ハイジュエリーコレクション、ザバウズの発表イベントに参加した神宮寺裕太。リボンをモチーフにしたパールとダイヤモンドのジュエリーを待とうとう、 彼が持つノーブルな魅力がさらに引き立つ。こんなに素敵なハイジュエリーをつけられる日が来るとは思っていませんでした。最近はあちでもカジュアルにパールを楽しんでいる方を見かけることが増えたように感じています。男女問わず幅広い年代の方たちの日常に近い存在になってきている気がしますね。首にフィットする四連のチョーカー、その左右にあしらわれたダイヤモンドをまとったリボン、ショルダーに流れ落ちるパールのドレープ。 華麗でインパクトのあるドレスジュエリーを、シックにエレガントなムードで。ドレスジュエリー WG× アコヤ真珠×ダイヤモンド、価格未定ミキモトジャケット41万8千円フェラーだも。この日はシャツやスーツにパールを合わせたシックなスタイルを披露したが、普段はカジュアルなファッションを楽しんでいるという。日常のリラックスしたコーディネートにさりげなく華やかさと個性を加えたいとき、心強い相棒になってくれるのはパールのジュエリーだ。 ヴィンテージの服が好きなのですが、合わせるアクセサリーを選ぶのは意外と難しいと思っていました。でも最近はヴィンテージを中心にしたスタイルに一つだけきらびやかなパールを合わせることにハマっていて、T シャツ一枚にさらっとつける着こなしも気に入っています。ジュエリーをつけるときは、足し算よりも引き算をすることが多いですね。シンプルに一つ一つを大ごとにしたいと思っているので、気に入ったものはずっとつけています。 ライブの時のジュエリーも自分で選んでいるのですがこだわりは衣装の一つとしてステージで映えるものにすることダイヤモンドのテニスチェーンなど照明が当たるとキラキラ輝くような宝石類を選んでいます大きなリボンのセンターには六角形のダイヤモンドが輝くメゾンのクラフトマンシップが宿るシンメトリーな流線形のリボンはまるで力強く広がる翼のようにも見えて ボリュームのあるダブルフィンガーリングを手元に1つつけるのがモードなスタイリングの流儀。リング WG× ダイヤモンド、価格未定ミキモトブルゾン1 0 5万7100円、シャツ15万8000円ボツェがベネタ。今年の1月にゴートでデビュー。海外の音楽フェスのステージにも立ち、ナンバーアンダーライン愛は瞬く間に音楽シーンに旋風を巻き起こした。5月にリリースされたミニアルバム。 ノーリングの反響はもちろん彼にも届いているが、その全てをあくまでも冷静かつ謙虚に受け入れている。SNS を通じて、この曲が好きだったとか、こういう曲がいいねという声は、たくさんいただいています。シビアなコメントもありますが、作品って正解がないものだと思いますし、吉し氏しの判断は聞いてくださる方次第なので。でも本気で一曲一曲を大ごとにしているので、 皆さんからの感想はすすごく勉強になりますねヨーロッパモードの歴史において愛され続ける存在であり、御木本では創業当初から用いられてきたリボン。パールをまるで柔らかな布のように仕立てた棒台風のネックレスは、メゾンの卓越した技術と、他の追随を許さないハイクオリティなパールによってこのモチーフを表現した、新作コレクションを代表するピースだ。ネックレス。 WG× アコヤ真珠×トルマリン×ダイヤモンド価格未定三木本シャツパンツベルトすべてスタイリスト私物有明アリーナでの単独コンサートでステージの上から見た景色と特別な一体感は温かくポジティブなエネルギーを与えてくれたという初めて来た人に挙手していただいた時パッと見た感じでは45割くらいの方が手を挙げていてそれがすごく嬉しかったんです 同時に半分くらいの方が僕たちをずっと応援してくれているんだろうなとありがたく感じました。ステージの上から皆さんの顔はめちゃくちゃ見えますよ。リラックスしている時の顔もよく見えます。笑い。2連パールのネックレスを束ねるのは繊細な曲線を描く華やかなダイヤモンドのリボン。大粒のアクアマリンを優しく包むような丸みを帯びたフォルムが穏やかなエモーションを誘い出す。ネックレス WG× 白鳥真珠×アクアマリン×ダイヤモンド、価格未定三木本ニット、パンツともにスタイリスト私物。そこで発表されたファンネームは、ILIZE、i l e s e 手を携えて未来への道をともに歩んでいく、愛惜しい人たちへの思いを込めた。ファンの方たちには感謝しきれないくらいの思いを持っています。新しい曲がリリースされるとダウンロードして聴いてくれて、MV もたくさん見てくれて、 本当に感謝しかないです。SNS があることによって皆さんの意見や感想がより見えるのですごく新鮮なんですよね。応援してくださっている皆さんのおかげで楽しい思いをさせてもらっていますしいただいているものが大きいので時間をかけていつか返さなきゃと思っています。リボンをあしらったブーケのようなデザインがロマンティックなリング。両手に一つずつつ,つけて大人の遊び心を演出する。 リング右手、PG×PT× 黒超真珠×アレキサンドライト×ダイヤモンド、左手、PG×PT× 黒超真珠×トルマリン×アレキサンドライト×ダイヤモンドともに価格未定、三木本ブルゾン30万8千円、フェラーガモカットソースタイリスト私物。9月23日にリリースされる初のフルアルバム、ノーアイナンバーワンには、ライブ会場全体を熱狂の渦に巻き込む、ゴートをはじめ、平野翔のプロデュース楽曲、 などを収録神宮寺はリードトラックとなる INZM ・ IN 稲妻のプロデュースを手掛けている。クリエーションの裏側にはまさに稲妻のようなひらめきがあった。まず最初にミクスチャーロックとヒップホップの融合みたいな曲にしたいという構想がありました。そこから大きなテーマを探すうちにリビングでふと稲妻がいいんじゃないかと思いついて稲に妻と書く漢字の由来を調べてみたら 雷の多い年は豊作になることから、稲にとっての妻という漢字になったという説があるようです。雷によって空気中の窒素が酸素と結びつき、雨に溶け降り注ぐと、稲の成長スピードが速くなる、っていう。ナンバーアンダーライン愛が稲妻だとしたら、ファンの皆さんがより豊かになっていくという関係性にもぴったりだと思ったので、リードトラックのタイトルにしました。フルアルバムなので曲数もたくさんあって、 好きな曲を見つけてもらえると思いますシャツの襟元にアシンメトリーな結び目を表したリボンブローチを棒体のようにあしらって精かなオールブラックスタイルでバンドム広場のシンボルナポレオン一世が建てたコラム「エンチューとの共演」ブローチ WG× 黒超真珠×サファイア×ダイヤモンド価格未定ミキモトシャツ20万1300円パンツ1 7万7700円エトロベルトスタイリスト私物 このアルバムを引っさげた全国7カ所でのツアーの開催も決定。アルバムも8月中には形にしなければいけないですし、ツアーについてもこれから細かいところまで詰めていかなきゃ、というところなんです。だから日本に戻りたくないんですよね、笑いというのは冗談ですけど、自分たちでゼロを1にする難しさは感じています。目の前のことに必死になっている毎日の中でプレッシャーを感じることもありますが、 何かを生み出していく感覚が好きなんですよね日本に戻ったら一つずつ曲やステージングについて考えて素晴らしいアルバムとライブを作っていきたいと思っています。初めて訪れたパリでの塚の間の時間の過ごし方についてはこの後車には乗らずに街を歩きます。歩いて人生経験を増やそうと思いますと答えてくれた。一歩ずつ自分の足で進んでいったその先にはきっと。 稲の穂が実る豊かな風景が広がっていることだろう。三木本の壮麗なマスターピースの誕生を祝して夏の日差しが降り注ぐ6月の終わり、パリバンドーム広場のホテル・ドゥブロは華やかな空気に満ちていた。三木本が創業当初から用いてきた象徴的なモチーフ、リボンをテーマに取った新作ハイジュエリーコレクション「ザ・バウズ」を発表するイベントが開催され、そこに多くのスペシャルゲストが駆けつけたのだ。会場内では、 レース場に編んだパールとダイヤモンドを立体的なリボンに仕立てたネックレス、リボンをあしらったチョーカーからパールが体にまといつくように流れ落ちるドレスジュエリーなど、メゾンのプライドとクラフトマンシップによって生み出された、珠玉のマスターピースを装着したモデルが行き交い、さまざまなリボンやリボン状のオブジェとともにディスプレイされている。日本からはナンバーアンダーライン愛の神宮寺雄太が来場。ダークトーンのシックなスーツに、ダイヤモンドとパールによるリボンと、 センターに大粒の白鳥真珠が輝くネックレスを組み合わせたスタイリングで会場に花やぎを添えた。海外でのファッションイベントへの参加も、パリを訪れることも、そしてハイジュエリーを身につけることもすべて初めての体験だという神宮寺。こんなに素晴らしいハイジュエリーを身につけることができて、とても気分が高まっています。三木本さんと一緒にパリに来ることができて、嬉しい気持ちでいっぱいです、とコメント。 フォトコールや取材に応じながら、展示されているジュエリーをじっくりと興味深く見て回っていた。神宮寺のほかにも、ハリウッドで活躍する俳優のミシェルよ、グローバルブランドアンバサダーのソン・ウェイロンなど、世界中から豪華なゲストが来場。キラ星のごとく輝くセレブリティーたちと、フランスの伝統的な様式美をまとった会場、そして三木本が描く壮麗な世界観が織りなす、夢のような時間は瞬く間に過ぎていった。